えー、そっか塾の久保でございます。今朝ね、ツイッターからの抜粋だったんですけども、ハローワークで、まあ、こんな言葉かけられて、もう、ちょっとね、気の毒な、まあ、私はね、感情を持ってしまったんで、YouTube にさせてもらったんですけども、早速皆さんからコメントをいただきましたんで、えー、コメント返信のね、まあ、あのー、合わせて皆さんと一緒に考えていこうかと思います。よろしくお願いします。まあ、今日ね、なんかオリンピックの森会長がなんかね、 言い訳会見してましたけどもひどいですね。あんな、なんか半切れというか、うん、なんかふざけてるなと思いますよ。なんでこの何て言いますかね？オリンピックにしても、うんまあ、政府与党にしても代表者ってのはこうやってらんないのかなと思いますけどもね。うんというところでね。タイは頭から腐るという言葉を思い出しました。けども、そういった政権が持っている。その最下部のね、えー、この最下部というのか、何と言いますか？失礼しました。えっ、ー、と田村厚生労働大臣の所管する。 ハローワークハローワーク、確か、厚生労働省だったですよね。はい。で、えー、まあなんか、怒りが収まらないわけですけども、まずね、太郎湊さん、困った困ったと、自己維新、立 <laughs> 憲に票入れる、アホってことなんですかね <laughs>。どこに入れるんだろう。う令和新選組入れましょうか。で、あと、泥、天下りに金をむしり取られる日本人、私も結構むしり取られました。太郎湊さんは、むしり取られてないように、頑張ってますか。 そらまめさん妻は働いていませんがママが家のことを頑張ってくれているから二人で稼いでいると子供たちに言い聞かせていますこういうのいいですねやっぱりね パパがママを尊重して、ママがパパを尊重する。そういった姿を見せながら言葉にもして、お互いを感謝するっていう姿をね、子供たちに見せると子供たちも、すくすくと育つんじゃないかなと思います。えー、空豆圭介さん、いつもありがとうございます。自分が死んで妻がそんなこと言われたら、ショックを受けないのかなって考えられたもがないのかなと。あ、これ職員さんですよね。人を助ける職種が人を傷つける。うん、ハローワークの職員さんも、確かね、4割とか6割が非正規なんですよね。まあ、ですので、 明日は向こう側にいるかもしれないっていう焦りがあるのかなという気もしますね。まあだからといってね、うん発する言葉には気をつけてもらわないといけないかなと思います。チョイマンさん。自分は転々と派遣社員で頑張ってやってましたが、いくら頑張っても3年もやらせてくれませんでした。 いや、いいですね。なんかね。私は一回も <laughs> 派遣社員で採用されたことがないんで、全部う、そうね。玄関払いだってですね。門前払い。えー、その問題の職員さんは、ちゃんと会社が教育されていないか、人の気持ちを知らない無神経な方だと思いますね。と。なんかパソナが入ってるという噂もありますけどね。自分は何度も職場にお世話になってましたけども、初めてその女性の方のお話聞いて、とても残念に思いました。まあ、そうですよね。うん、うわ、気持ちわかりますよね。 えー、花咲一郎さん、コメント表示されないのはどうなっているのえっ、ー、とね、NG ワードは YouTube で弾かれるみたいです。ですのでもしかしたら NG ワードを使っちゃったのかもしれないですよ。あ、花咲さん、また書いてくれてますね。動画配信していただきありがとうございます。こちらこそ。今、貧困に対して考えている とのことだがあまりにもひどすぎる。うん。こんな代表者を選んだことが国民が悔しい思いしてるのは必至と伝わってきます。しかしもっと規制とワクチンの誘導により、より一層規制がかかることでしょう。覚悟が必要だと思います。そうですね。個人情報は 5G の連携により何から何まで受信され、管理されていきます。 個人情報といえば私自ら晒しまくってるんですけど <laughs>、私の個人情報も誰か当てにしてくれるかな <laughs>。え、いきます。えー、まず、性悪の判断がわからない方に強制的な施工にどう交わしていくのか覚悟が必要になると思います。覚悟はいろんな意味でいるでしょうね。あと2件読ませていただきます。お疲れ様です。 ちょっと難しくてわからないのですが、下サラ法が来るとしたら国の借金はなくなるのですよね。違うならすみません。でももしなくなるなら、一律給付金支給しても何の問題もないと思いますが、でもそれ以前の問題で、今これだけ国民が困窮している状況なのだから、理由なしに国民を助けるために、一日でも早く国民に 一律給付するべきだと思います。何より優先して国民の困窮を解決するべき人の命が勝っているのですから。はい。ありがとうございます。下皿法についてはいろいろと考えがありますけども、えっ、ー、とね、基本的にね、いくら、あの、お金を国民に渡しても、う今の経済体制、政治体制は壊れることはありません。うん。ただ、まあ、あの、時給とのバランスがありますんで、インフレターゲット2%って言われてますけどもね、無限に渡してもいいわけではないんですけども、とりあえず、 毎月毎月10万円を2年3年にわたって国民全員に渡すことに何の問題も起きないということです。ただ、それを良しとしない人もいるんですよね。うん。だからそういう人のおかげで一部のね、方がすごく苦しい思いをされてるってことだと思います。その一部の方っていうのが結構なね、人数なんですよね。うん。だからみんなで協力して立ち向かっていかないといけないです。権力者に。でもなぜかね、やっぱりこのお互い困ってるのにお互い足を引っ張り合って権力者の なんですか、ね、対立を煽る、そのね、えー、ま、し向けに、作戦に、まんまと乗っちゃってるところがありますんで、私たちは、お互いを、けなし合うんじゃなくて、励まし合い、いたわり合っていけばいいのかなと、私は思うんですけどね。はい、次、えー、スイートリーさんあー、いつもありがとうございます。この方の気持ちわかります。 ねえ。自分もハローワークに限らず、あちこちで同じようなもっとひどい言葉を浴びせられてきました。言葉は人を生かすことも殺すこともできる。心を生かす言葉は人を生かし、心を殺す言葉は人を殺すことだと感じます。そうでしょでね、もう言ってあげてくださいよ、本当にもっともっと。あの、小さい話ですけど、私も YouTube やってて、心ないコメントに心を殺され、殺されますからね。も、ま、う、あ、私は何回も生き延びますけども、生き返りますけども。ということなんで、やっぱりね、口から出る言葉は、どちらかというと、いたわる言葉、美しい言葉にしたいですよね。 うん、だそれがやっぱり心の美しさなんじゃないかなと思いますよね。皆さんコメント今日もありがとうございました。じゃあ一旦ちょっと失礼します。